三宮バスターミナルに停車中のジャンボフェリー、高松駅乗り場行きのバス JR 住吉駅バス停に、停車中の六甲線客ターミナル行きのバス阪神、三陰駅前に停車中の六甲、アイランドフェリーターミナル行きのバス神戸、フェリーバス株式会社は、兵庫県神戸市中央区港島9丁目一番地に、本社を置くバス事業者である。神戸市内の鉄道駅と神戸港の、 各フェリーのリバーを結ぶ連絡バスを運行している。フェリーの出入港時刻に合わせて運行され、フェリーの運行時刻が変更される場合にはそれに合わせてバスの運行時刻も変更される。路線バスであり一部の区間を除き乗車するには運賃が必要となる。貸切バス事業や神戸女子大学の特定輸送も行っている。 2005年7月17日に高松エクスプレスと共同運行で神戸市と高松市を結ぶ高速バス高松フットバス号、神戸フットバス号の運行を開始したが2010年3月10日に撤退した後は高速バスを運行していない。六甲アイランドフェリーターミナルに発着するフェリーサンフラワー及び半球フェリーに接続して運行される。六甲アイランドフェリーターミナルでは それぞれのフェリー乗り場前に発着する。一部の便はフェリーサンフラワーと半球フェリーの双方に接続しており、双方の乗り場前に停車する。アイランド北口駅、六甲アイランドフェリーターミナル間のみ乗車する場合は、無料。2014年11月17日より、半球三陰駅への乗り入れを開始した。進行第3特定に発着する。 宮崎カーフェリーとジャンボフェリーに接続して運行される。運賃は大人210円。降車場所は三宮駅前。なお、ジャンボフェリーの深夜便に接続する0時30分発の便のみ、降車停留所から発車する。途中、日本一短い国道である国道174号を通る。阪急フェリーに接続して運行される。 ユニバーサルスタジオジャパン発着の路線。運賃は大人900円。2015年8月19日運行開始。フェリー連絡バス高松国分寺神戸山の宮、高松フットバス号、神戸フットバス号高速バス、高松フットバス号、神戸フットバス号トイレなし車両の高速バス、高松フットバス号、神戸フットバス号遠隔神戸女子大学の学生専用の特定輸送で、 スマキャンパスと JR スマ駅、行行料を結ぶ。通常授業日の夕方、大学発のみ運行。大型ハイデッカー貸切り車3台、小型貸切車1台、大型一般路線車4台、計8台を保有する。大型一般路線車は、フェリー連絡バス輸送に使用される車両で、全車ハイバックシートを装備し、うち2台が2ステップ前後扉車、他の2台が、 スロープ付けワンステップ前中飛車である。小型貸切り車は神戸女子大学の特定輸送に使用される。神戸フットバス運行開始時には三菱エアロバスハイデッカーが導入された。共同運行先の高松エクスプレスの基本デザインは踏襲しつつ、神戸便専用車となるため側面に赤文字で神戸フットバスの文字が入るほか、神戸の街並みをデザインするなど、 高松エクスプレス車とは多少デザインが異なった。また、リアタイヤ横の社名表記は、英語で、神戸フェリーバスとなっていた。この専用車は高速バス撤退により、高松エクスプレスに移籍している。これとは別に後に導入された給湯ポットと、トイレがない車両は、神戸フットバス専用車と同一の自ロだが、デザインは、高松エクスプレスと全く異なり、車体側面に、 神戸フェリーバスのロゴが入る。このトイレなし車両は高速バス撤退後は、貸し切り用に転用され、フェリー連絡バスの予備車としても使用されている。バスラマ 119P86 学生、生活ガイド神戸女子大学専用バス神戸女子大学。ありがとうございます。